遅い。いや、火薬さんは見てないっすね。瀬戸際だよ。ゴールドしろって。ちょっと2万しかないんだけど、ちょっと資金を倍に したいんですけど、もうゴールドしかないっすかね。いやー、ちょっとわかんない、ドル円。ドル円上がるのかな？いや、勝ちたいよ。何度か取り戻して。なんとか取り戻したいよ、10万。こんばんは、にょんにょんさん。なんとか取り返したいっすよ。原油。とりあえずね、1万をね、2万にこの前雇用統計でなんとかできたけど、ちょっとここからだよね。あ、ふわふわうさぎありがとうございます。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。匿名さんありがとうございます。原油やったことないから怖いな。原油はちょっとやったことないから。いやー、ドル円もちょっとわかんないしな。ドル円も、上行きたいのか下行きたいのか、ちょっとわからないよね。上行きたいのか。まあ、上がると思うんだけど、ドル円。なんか上がりそうだよね、ドル円。押し目で。まあ、でも落ちてきたな。落ちてきたな。2万を4万に。でもちょっと落ちてきましたね。完全に落ちてきた。いやー、難しい。難しい。なかなか、倍にするのって難しいよ。にょんにょんさん、どっち目線？今日はドル円。ドル円どうなんだろう。また落ちんのかな、これ。むずいなぁ。ロングだよ。怖いよ。IS6 はちょっとやってないですね。あ、ありがとう、ドトールさん。匿名さんありがとうございます。仮想通貨。仮想通貨えぐいことやってるって。仮想通貨、動いてんの。ドル円よりゴールドだろ。ゴールド。ゴールドね。調子悪いっすね。なんとか10万、20万取り戻したいよ。いや、ゴールドポジってもいいんだけど、ゴールド上がってんじゃん。ゴールド下がるかな？ゴールド。4時間足見てみようか。ドル円。4時間足どう？上がんのかな、これ。むずいね、今日。頑張れてありがとうございます。鹿せんべいさんありがとう。今日はほっといたら下に落ちるよ。もうでもね、ビビってたら増えないしね。失われたものは。
ゴールドショートしておけばいい。ゴールド。いやー、とりあえず10万ぐらい貸したいよ。ね。ピッて。ロングするには中途半端。いや、様子見。いや、そうなんですよね。ちょっと慎重に来たいよね、今日は。2万しかないから、2万しかないから、やられちゃうからね、一瞬で。上か下の2択だぞ。いや、分かってんだけど、ちょっとドル円が、ちょっと分かんない。リバってるから。勝ちたいで個人の場合、わからんときはトレーダー。まあわからんときはやらない方がいいって。まあそうなんだけど。明日昼から日雇いの予定ですね。いや、上がるか?いや、金売ってないよ、パルちゃんの。売ってない。いや、ねえわってあるって。だから、シールの。あ、ありがとう、うさぎチケット。ドル円今から売るのも度胸いるよ、ね。いや、売りも怖いよね、ドル円。強いからな、今日。ドル円。今落ちてきてるけど、どうなのかな?こんばんは。オレンジありがとうございます。日雇いはまあでも簡単な作業が多いよね。単純作業。ドル円ちょっと50超えたら、L したいんだけど。ないらしいがってあるって。特に何もない今夜の長期目線でおうち。ゴールドかな。ゴールドちょっとポジってみようか。ゴールドちょっと期待を込めて S してみようか。死ぬかな?ゴールド期待を込めて、ちょっと S してみようかな。期待を込めて。死ぬかな?131まで握れば。ドル円 S で?いや、落ちんの、ドル円。2万円しかない。いや、倍にできたらでかいけど。いやー、なかなかね、ちょっと、2万を倍にするって難しいよ。勝たなければ。落ちるか上がるか、誰もわからない。まあ、誰かが分かったら、まあ、あれだもん。みんな、あれだよね。北トレだよ。ゴールドどうなってんの?ゴールド上がってきたば。いやー、ドル円落ちるかなこれ、ゴールドが。ゴールド損切りしないと死ぬ。うん。ゴールドは一瞬で死ぬからね。ゴールド S していい?ゴールド S してみていい?危ないかな?いやー、ゴールド危ないかな。
や、5分足しか見てなくないよ。見てるよ。ゴールド2万じゃやばい。2万じゃ、触っちゃいけない通貨。いやーダメだよ。1万は2万って。10万取り戻さないと。俺の心は、もう、ボロボロだよ。10万を取り戻したらかなり、ね、あれだけど。ドル円がここから上がってくれたらゴールド下がると思うんだけど、いや、働けて働くよ。損切れできないのに2万でも、2万でもできる。ゴールドちょっと2枚だけ入ってみようかな。10枚だから4日で、4日目取り戻せる。明日仕事なんですよ。多分。定員が埋まんなければ。とりあえずポジてみよう。いや、とりあえずで負けたらやばいだろ。とりあえずで。はぁ。でもさ、ゲームフォレックスで勝ってもさ、出勤ができるか不安だよね。出勤遅いんだよね。それも不安。出勤が遅いのが。ゲーム最近スキャ、専用の口座出たろ。そうなんだ。スキャ専用の口座が出たんだ。心配しなくていい。2週間かかったって。遅すぎでしょ。2週間って12日間かかんの？ドル円下目線でゴールド売るのはおすすめできない。いやー、ドル円下がるんすかね。え、2週間って12日間じゃないの？12日間。違うの？2週間って。え、2週間って、だって6日でしょ？ 12 日間じゃん。え、1週間を2回ってことでしょ？ 2 週間って。14日だよ。ああ、ん？え？え？月火水木金土日。ああ、14日間か。ちょっと土日を忘れてた。土日を忘れてた。土日を忘れてた。ど忘れしちゃったね。ど忘れ。ど忘れすることもあるかな、人は。ど忘れすること。うわぁ、ドル円落ちてきたね。ドル円落ちてきた。これ以上落ちたらゴールド上だわ。ゴールド L するわ。ゴールド L するわ。それかまあ、ドル円、いや、ゴールド行こう。ちょっとこれ以上押したら、ゴールド L する。
いや、いけると思う。ドル円が落ちたらね。リバル、可能性もあるけど、ドル円の方がいいかな。いや、3枚でいく。ちょっとゴールドも3枚でも危険だよね、でも。ゴールドって3枚でも危険だよね。3枚でも結構やばいよね。え、3枚ダメ ?3 枚危ない。0.1 で十分。ああ、そうだね。ね。ちょっと怖いから 0.1 で。ダメだね。いや、危ないわ。ゴールド動くから。こんばんは。0.1 でも危ない。そうなんだ。まあ、ちょっと慎重に行くよ。慎重に行くよ。いや、上がるな。上がるな。ドル円落ちるな。いや、ゴールドで。ちょっと取り返すしかない。でもドル円の方がいいかな。ドル円の方がいいかな。ドル円 S する？ドル円、朝のこれ全部あるかな。131.30 ぐらいまで行ったから、ワンチャン30まで落ちる。かな？いや、ちょっと待って、慎重に行かないと。怖いよ。10万取り戻したい。10万取り戻したな。何にもなかった。何にもなかったことになるから。いや、アンケートでトレードは決めるもんじゃないから。いや、ドル円でも怪しいな。これリバルんじゃないか？どうなのこれ。割れないでリバルんじゃない？どうなの？でも割れそうだな。もうやだ。わかんない。ドル円下。ドル円下っぽいんだけど、このまま落ちるかね。あ！ちょ、ゴールド。ドル円落ちたから。ちょっとチャートドル円じゃないんだけど。あ、ゴールドじゃないんだけど。
ドル円にすればよかったかな。ドル円じゃなくてゴールド L。 あ、ありがとうございます後藤。後藤ありがとうございます。いや、ゴールド証拠金高いから、これでも700だよ。いや、多いだろ、ゴールド1枚でも。怖いよ。2円ぐらい、2円ぐらいぶっ飛ばないかな。2万で700円。きつい。おい。ゴールド動かないな。ゴールド失敗。あ、上がってきた。仮想通貨が動いてるっつってたけど。いや、ゴールド S はいいんじゃないですかね。あ、S じゃねえわ。L。ゴールド L はいいんじゃないですかね。放置しとけば爆撃。5万ぐらい取れる。なんで俺がポジったら動かないんだよ。俺がポジったら上がらなくなったんだけど。ゴールド動かなくなったよ。さ、枚数少なくなるだろう。負けてんだから。それはね、枚数少なくなっちゃうよ。動かないんだけど、ゴールド。ゴールド動かない。そう、頼むよ。頼むよ。どうしたんだよ。なんで俺がポチるといつも止まるんだよ。なんで俺がポチると止まるんだよ、本当に。ゴールド天井？もしかして、ゴールド天井？いや、ゴールドー。我慢我慢。もう1万でもいいよ。動き出せば一気にゴールドってもう、シュンっていくから、軽く1万取れるよ。ゴールドは。ゴールドチャートにしようか、ちょっと。ドル円見ててもしょ、ドル円見てもしょうがないし。うん。オッケー！来た来た、狙い通り。上がってきた。ドル円がこれ下がってるでしょ？チャート。ドル円が下がるとゴールド上がるから、狙い通り。これで、ドル円が132円割ったら、
ゴールドもっと上がりますよ。ゴールド、爆上げ。これガチホだね。うん。ガチホ。ガチホ。雲抜けたら。じゃーん。3枚とかだったらな、あれなんだけど、ちょっと怖いよな。ドルエアもう落ちそうですね。ドル円は。ドル円落ちそうだね。割りそう。いやー、ドル円は割って、ドル円は割ってくれていいんだけど。でも、ショートを握るわ。ショートを。え、何？ゴールドショートしてんの？ゴールドショートしてるってこと？ああ。もう！やべえな。なかなか思い通りに、ゴールドが吹っ飛ばないね。ちょっとドル円が落ちてくれないと。いや、増えてないよ。とりあえず目標10万だから、今回ね。10万にしたらもう、OK。10万にしたら。10万になれたら OK。ロットゴミすぎて、いや、ゴールドだとこのぐらいでしょ。ゴールドだったら多いでしょ。むしろ。ゴールドだとこのぐらいでしょ。そんなこと言っても。じゃない？ゴールドは多いよ。少ないって頭くんな。やろ、やっちゃおうかな。何ピンばかりで意味が、もう、あの花はどうなった？あの花？もう、もう調子狂うよ。いや、少なくないと思うのよ。いや、ゴールドは少なくないと思うよ。ゴールドだったら。少なくねえだろ、全然、ゴールド。だって有効比率 1000% 切ってるよ。うん、1000%。これで負けたらもうたまったもんじゃないよ。これで負けたら。一枚足そう。いやー、ちょっとまだ早くない？一枚は。ドル円が割ったら、足そうかな。ドル円がもし割ったら、ちょっと足そうかなと。うん、しょうがないじゃん、10万溶かしたんだから。もうお金ないよ。
スケロクちゃんの、あ、そういえばスケロクちゃんの財布は預かってる。うん、スケロクちゃんが無駄遣いしないように。今日喧嘩してね。2万ならそれぐらいだと思う。うん。デモなんてやるわけないじゃん、デモなんて。やめてよ、デモとか。もう、冗談でもデモとかやめてよ。うん。まあ、喧嘩ってか、ちょっとした喧嘩？あ、ドル円が。ちょ、ドル円押してきたね。危ない。ドル円ロング。はぁ、ドル円も結局、落ちるのか。もう、どっちなんだよ、もう。ドル円。落ちるなら落ちてよ。参ったな。ゴールドが伸びないよ。ゴールド伸びないよ。ダメだな、これ。ロングしない方がいい。5000円でもいいから勝たしてよ。うわぁ。やばい、ドル円。ドル円の方が良かったかな。もうドル円も動いてないから。まあ、我慢我慢我慢。我慢だね。我慢。我慢しよう我慢。我慢しよう。我慢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 。我慢我慢我慢。我慢我慢。やべ。やばいよ、もう、ゴールド。おい、ゴールド、上がんないの。まずい。まずい、下がってきた。ゴールドなんかするなよ。だってゴールドチャンスって言うから、うん。ああ、ありがとうございます。大ちゃんの今のありがとう。我慢強く頑張ってね。ありがとうございます。トンチキ、ありがとう。ダメじゃないこれ、ゴールド。ああ、ちょっと待って、ドル円にするはやっぱもうちょっと。ちょっとゴールドやっぱやん。ドル円上がってきたよ。あ、ありがとうございます。いちごさん、今年もよろしく。ありがとう。こんばんは。ありがとう。明けおめです。はぁ、あ。厳しいな、マジで。厳しいな。いや、まだ切ることないでしょ。まだ切ることはないでしょ。
まだ切るほどのレベルではないでしょ。うん。まあ、今日動かないのかな、でも。夜。この後動くのかな。まあまあまあ、枚数少ないから。大丈夫だろう。ため息は不幸になるから。いやー、幸せのもため息をつきたいね。もう曲げっぱなしでさ。10万、取り戻したいよ。本当に。負けっぱなしでよ。負けっぱなしで。参っちゃうよ。ドル円チャート見ながら。いや、ドル円チャートを見ながらゴールドをポジるのは正解でしょ。いや、ゴールドチャートにしてもいいけど、ゴールドチャート。ゴールドね。あれ。あれ。あれ、俺の顔が。俺の顔が。俺の顔が。我慢強く、うん。10万溶かしちゃった。きついよ。上がんねえなー。ゴールド。ゴールド上がらない。ドル円は押してきてるんだけども。ゴールドを溶かすのか。いや、溶かさないよ。もう溶かしたくないよ、これ以上。もうやばいよ、いろいろ。溶かしたくないよ。マジで。やばいよ。切らないと危ない。危ない。なんか俺がポジったら上がんないっすね、ゴールド。逃げようか。いやー、逃げなくてもいいんじゃないの。どうなの、ゴールド。ゴールドロングダメ？遅いかな？なんで勝てないんだよ。なんで勝てないんだよ。こんばんは。コーヒーという方さんの。我慢我慢。ちょっと枚数貼っていい？ダメ？危ない。2枚貼ろうか。上がると思うんだよな、でも、これ。危ないかな。上がると思うんだけどな。
焦るな。いや、一気に正直言って、2、3万勝ちたいね。脳汁足らん。いや、脳汁足らんとかじゃないけど。脳汁足らんとかじゃないけど。うん。ドル円は下げそう。いや、一応だからドル円見てポジってるんだけど、おかしいなぁ。ゴールドぶち上げるはずなんだけど。もうやめてよ。ロスカットでいくらでいくん。ロスカットでいくらでいくんやって。ロスカットは、わかんない。どこか。あっは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 ！ちょ、待って！あー、やばい！あかん！ちょっとちょっとちょっと、おい、ちょ危ない。よしよし、危ねえ。戻った。怖いね、ゴールドはやっぱり。勝たして、もう、勝たないとやばいよ、お金。勘弁してよ、ほんとに。あ、よしよしよし。もう、欲を言うならば、20万貸したい。ここから、俺は。20万貸したい。いけますかね、20万。いや、もっと。いや、5万ぐらい増えたらワンチャンいけると思うんだよ。5万ぐらい増えたら枚数も貼れるし。うわ、ドル円上がってきてる。もうちょ待って、ドル円上がってきてる。200万かて。もうやめて。俺が入ったら流れ変わるなよ、ドル円も。なんで俺が入ったら止まるんだよ、ドル円。さっきまで遅そうだったのに。謙虚すぎる。謙虚かな。いや、ゴールドやってます、ゴールド。いや、ゴールドも為替だろ。いや、ドル円で入っ、ドル円にしてもいいんだけど、ドル円あんまりちょっと今日の動きはあんまり俺、わかんないね。ドル円この後爆下げ来たらかなり美味しいけどね。132円割ったらちょっと入りたいけど。ドル円なら俺5枚か10枚いく。うん。もう5枚、5枚かな。は、もう、勝負して。5枚でいくから。ピッて。ドル円だったら5枚か10枚でいく。
どれはもう知り尽くされている。なかなかプラスになんない。じゃあちょっともうゴールドやっぱやめようか、利確しようか、上がったら難しいから。ゴールドやめようか、やっぱドル円にしようか、ドル円にしようか。やめとこうか。ちょっとね、ピッて上がると思ったんだけど、上がらないんでね。ちょ、ドル円に、ドル円に変えますね、ドル円に。ドル円強気に S します。はい。ちょっとこれ、プラテンしたら切ります。早く！うわあ、もうプラデンしなくなっちゃった。おい、マジか。ドル円上がってきた。もうやだ、損切りしたくない。よし、逃げれそうだ。逃げさして。いや、ちょっとドル円、S するわ。はい。でもなぁ。いや、ドル円どうなの？でも、ちょっと怪しくなってきたね、ドル円。ドル円ショートも怪しくなってきたね。なんかちょっとリバってるもん。匂うなぁ。いや、ドル円ちょっと、ショートじゃないかもしんないな、これ。これゴールド。S と思うなら絶好の S は。いや、俺の狙いは、朝か昼の、ちょっと 131.3 ぐらいまで落ちたところまで、よ、この後戻るのかなっていうか、戻るんじゃないかなって、どう思ってんだけど。戻、よしよしよし、逃げるぞ、行くよ、逃げるよ。とりあえず、ゴールド逃げるわ。難しいから。ゴールドはちょっともうちょっと資金が増えたら、あ、13円ちょっと少ない。もうちょっと、200円くらいくれ。あ、もう、ちょっと待って、13円じゃん。13円じゃ逃げれないよ。うわー、ちょ待って。あー、逃げればよかった。うわー、13円が最後のチャンスだったかな。やばい、13円が最後のチャンスだったか。13位が最後のチャンスだったか、これ。危ない。100円、200円を惜しんでロスカット。あるあるだね。まあ、今までも何回もやってるよ。500円ホスターに20万負けたことあるよ。あと500円欲しさに20万とか。え？桃七さんが俺の配信見ながら配信してる。もうやめてよ。桃七さん。暇なのか知らないけど。ドル上げてきた。おもななさんで、こんなあれなのかね、あれ、性格悪かったかね。うん、あなたのおかげで勝てますな、うん。いや、もう、
あ、オッケー。逆張りする勝てるってそんな甘くないから、相場。うん、オッケーオッケーオッケー。あー、ちょ、よ、あー、よっかいちゃった。あー、よっかいちゃった。100円、100円で、100円でいい。100円でよかった。よっかいちゃった。よく書いちゃった。もういいや、100円で逃げるか。9時だね。あ、22時。あー、ちょ。あー、ちょ。ピッ。わー、ダメか、上がんねえか。いや、ドル円に、ちょっとドル円に逃げたい。ドル円に移行したい。早く逃げさせろ。ドル円に、ドル円に、ドル円に、よし！あ、ちょあ、ラグった！あ、違う！俺、バカ！俺、あ、俺、バカだ！俺、OBS の方閉じちゃった。OBS の方で切っちゃった。バカだな。俺、もう一つの画面で映ってる方で切っちゃった。バカだ、これ。なんで、俺バカかよ。今切ってたのに、その、映してる画面の方で切っちゃった。ま、うわー逃げれたな今。逃げれたのにちょっと待って。おい、マジか、逃げれたの今。うわー、超やばい、やっちゃったかもしれない、やっちゃったかもしれない。うわ、嘘だろ、ちょっと待って。おい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 、ちょっと待って、おい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 、ちょっと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 、もうやべえな、今日難しいよ。難しいよ。はぁ、一日一万かと？6日で6万。今日まだ1円も勝ってないよ。いや、2万からだよ。だって、もう、できないから。もう、お金、本当に。よし、逃げれる。まあ、2万からね、10万とか増える場合もあるしね。普通に、頑張れば。資金が、あればいいってもんじゃないかな。OK。ダメか。ちょっとちょうだいよ。もう、ちょっと、せめて100円ちょうだいよ。26円って。ああ、なんで！おい！なんでマイナス13円なんだよ！プラス200円で切っただろ、今！ちょっと待ってる、ちょっと滑ったの？おかしいだろ！今200円で切ったのに。マイナスじゃんかよ。しかも上がってるし。切ったら上がり上がってる。切ったらぶち上げてる。もうちょっとふざけんな、マジで。もう切ったらぶち上げてる。まあいいや、13円ならもう切り替えよう。もうドル円にするわ、ドル円に。ドル円にする。ちょっと。もういいわ。ゴールドは。ドル円にする。時間の無駄だった。時間の無駄だった。マジで。13円損した。しかも。こんだけやって。
こんだけやって13円。むずか、あれだよ。滑りすぎだろ、しかし。あー、ダメだ。滑りすぎだろ、ほんと。え、滑ってるでしょ、今の。200円だったよ。俺の画面では。みんな見えてたよね。もうドル円にします。もう、頭きた。ドル円強気に行こう。でもしかし、ドル円もちょっと嫌な位置だよね。簡単に割るならいいけど、これリバっちゃったらとんでもないことになっちゃうよ。どうなのこれ割ると思う？ドル円。ドル円割る？これリバっちゃったらやばい位置だよ。かられるよ。いけますかね？落ちますかね。うわ、落ちた、ちょ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 、落ちてきた。あ、行こう。あん、大丈夫か。やべえかな。やばいか。頼む！超ま、いやー危ない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 、なんで？うわー、あかん、やばい、やばいやばいやばい、死ぬ。ちょっと枚数張りすぎたかな。3枚にする。いやー、ちょっと待っ、頼む、落ちてよ。まずいかな。いや、勇気は必要。あー、ちょ、もう止まんな、もう。あー、やばい、ちょっと。あ、やばい、終わった。終わった、ちょっと待って、終わった。嘘だろ、ちょっと。あー、まずい、リバっちゃった。もーん。やばい、やっちゃったかもしんない。お腹痛くなってきちゃう。あ、落ちて。はぁ。いや、お腹痛くなるよ、もう。おい。おい。
やばい、落ちない。わあ。増やそうって何言ってんですかね、この人。トイレ行って下げるか、もう。トイレ行って下げるか。あー、もうきつい。きついわ。よしよしよし。もう1万でもいい。1万でもいいから。ニャンピンできるわけないでしょ。有効率260だよ。あ、ルートさんありがとう。頑張ってて。あー、オレンジありがとうございます。オッケー、あー、下がってきた。オッケー。下がってきた。ゴールドがぶち上げてくれたら。いや、俺は奇跡を信じるよ。でもちょっと嫌なのが、今日の流れはドル円が強いんでね。でもこの時間から弱くなってきてはいるけど。だからあんまり長く S も持ってると怖い。うん。トイレ行ってくる。ちょっと。お来た。トイレ下げ。ちょ、待って。うわー、もう、俺が戻ってきたら上がった。ずっとトイレ行った方がいいか。俺が戻ってきたら。ちょ、落ちて。あー、よっしゃ、100円。100円。100円。まあ、待て。慌てない。ここ、雲があるから、雲抜けたらかなりいいね。雲抜けたら。せめて5000円取りたいよ。いや、落ちてー。結局落ちるのか、でも。ドル円上がっても。あー、やばい。チャートが。ドル円は上がっても、落ちますね。このまま、129円とか行ってくんないかな。このまま129円とか行ってくんないかな。もう。129円。おい、ちょっと待てよ、もう上がるなよ。上がるなよ。行っても、持たねえ。いや、持つよ、もう。
10万以上欲しいんだから。うん。信じろ、これは必ず利益出る。本当に？我慢？でもちょっと有効比率がね、あんまないんで、ちょっと怖いよね。ロスカット。下がる。いや、下がるはいいんだけど、どこまで下がるんだろう。もうこのまま131円も割ってくれたらもうかなりの大逆転だよ。10万以上勝てるよね。うん。10万以上勝てる。よし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 。600円。あ、来た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 ！オッケーオッケーオッケー。よし、割ってきた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 っていうか、下、下がってきた。さあ、頼む！このまま、よしよしよしよ！来た来た来た！雲抜けて！いけ、我慢。コツコツでいい、コツコツで。2万を、3万、3万を、4万、4万を、8万。で、目標は20万だ。20万増えたら出金だ。でもね、すぐゲームフォレックスで出金すると手数料かかるから、ダメなんだよな。手数料取られるんだよな。やばい、来た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  !3000 円。よっしゃ、勇気、勇気、あん勇気を振り絞ったから。10万円を取り戻したい！いや、10万じゃん、20万。20万。目標20万。2、3万。いや、ここで止まるなよ。握力割るかな、これ。どうなんだろう、ちょっと握力出した方がいい、これ。132円割るかな、割るかな、割るかな。長期目線、長期目線。頑張ってありがとう、マシオさん。ああ、結局、ドレーン落ちてきましたね。ありがとうね、頑張ってって。30まで朝の、朝か昼の30安値まで行ったら、すごいな。いいんだけど。かなり、いいよね。そこまで行ったら。頑張ってありがとうございます。今日の朝か、あ、ここか。ん？あれ？この293？ 293 まで行ったら、でかいね。131円割れが見えてくるけど、ぼちぼち上がる。おし、お、お、おし、おし、よし、5000円、よし、来た、割れや。131円まで我慢。頼む！
あー、リバっちゃった。もう、終わりそうだったのに。5万勝ち。5万勝ったら、あと15万。5万勝ったら、あと5万。10万勝ちたいの、10万。割るわ。よっしゃ、割ったわ。これいいんじゃない？ワンチャンこれマジで、爆下げ来る。おー、ちょ、来た！あー、うわ、なんでリバった？なんでリバった？一瞬でリバった。多少のリバウンドは仕方ない。100ピピは取れる。でかいよ、5万。5万取れたら、結構戦えるよ。10万ガチが見えてくる。5万勝ったら。5万勝ったら10万ガチがほんと見えてくるよ。マジで。一直線で下がる方がありえない。我慢だ、我慢だ。鬼の力、鬼の力、鬼の力、鬼の力。鬼の力。寝てたらロスカットされちゃうよ、多分。寝たらロスカットされてるよ。あ、50ピップぐらい落ちたらさ、安心できるけど、安心して寝れる、握って寝れるけど。刺しね、刺して、節分まだ早い。いや、刺しね、刺して、ずっと握ってる。逆刺し。もうやめて。もう上がんないで。もう。せっかく上がって、下がったのに。たまにはさ、かなりもう、30ピップじゃない。2円ぐらい持ちたいよね。2円ぐらい握力持ちたいよね。2円ぐらいね。2円か3円ぐらい。そしたらかなり違うよ。あ、よし、来た！いけ、割れ！ 90 割れ！とりあえず。いけや。よっしゃ！え、ゴールド上がってきた？うわ、俺の読みは正しかったんだ。ゴールドでもよかったけど。まあ、でもゴールドよりこっちの方がいいな。ゴールドより多分ドル円の方が。我慢我慢。1万超え、とりあえず。やっぱ5枚は、でかいね。5枚だとやっぱ強いね。5枚ちょっと5枚この2万だとかなり危険なんだけど。勇気を出してよかった。かなり危険だけど。仮想通貨はやんない。もう落ちてよ。いや、助走してないわ、今日。どこで利確？いやー、俺はちょっと3-0まで、まあ、行くかわかんないけど、3-0まで持ちたい気もしますね。落ちたら。無理かな。で、3-0で、リバっちゃったら、切る。リバんなかったら、持つ。オッケー、オッケー、オッケー！とりあえず1万は行く。よーし、よし、よし！
まあ、あんまりな。あんまり、でも、リバが怖いからな。リバ怖いから、ちょっと細かく切ってもいいけども。まだ持ってていいかな？すごい、すごい切りたくなってきたんだけど。もう切りたくなってきたんだけど。もう切りたくなってきたんだけど。怖いな。もう切りたくなってきたな。切りたくなってきた。リバっちゃうのが怖いんだけど。このまま、落ちればいいけど。ああ。こんばんは。1万超えたいね、でもね。1万超えたいね。おお！よっしゃ！1番超えた。あーん。90割れや。リバなんか、ん？リバなんか気にしないで、掘る、握る。おー、でかいでかい。よし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 ！よー！来た！来た！割ったわ、完全に。でかいぞ！ちょっと待って！マジであるで！ちょ、待って！これ2円落ちない？ちょっと待って。これ、ちょっと握っといた方がいいな。これは。これ2円あるな。1円は下がるだろう。下手したら。流れが来てる。ゴールド上がってんのかな？ 10 万来た？俺の大逆転勝利。10万いったら出金するよ。手数料かかるけど。手数料かかるけど、出金するよ。いや、追撃しない。手数料。あー、やめて。いや、手数料は多分ね、30日以内、30日経たないと手数料取られんだよね。やばい！よっしゃ！やばい、1万5000いくと思う。やばくない？おいおいおい！あるぞ！握りつぶせ。我慢だ我慢だ、もう切るという脳内を消せ。切るっていう脳を消せ。切るな。絶対切るな。絶対切ったら後悔する。あーでもなー。あー。超上がってきた。あ。あーやー。くそ、1万4000いってたのに。ちょ、うわ。あ、え？見るな。いや、見るなって、いや、上がってんだけど。まあ、上がるのは仕方ないか。そんな、上がるよな、ちょっとは。ちょっと上がるよな。我慢だから、絶対我慢だ、絶対切るんだ、絶対切らない。5万は取れ。絶対切るな。絶対切るな。5万は取れる。絶対切るな。絶対切るな。絶対切るな。5万は取れる。4万は取れる。4万は取れる。絶対切るな。絶対切るな。
絶対切れな。ここで、握力出さないで。いつ出すんだよ。121.1。もう129円いかないっすかね、もう。129円とか言ってくんないかな。もう言ってくれよ。129円。日雇い1日分。でかいよ。日雇いキャンセルしません。昼からだから。お。いいね。いや、工場っすね、また。倉庫。もう終わってよ。いや、トレードはやっぱリスクあるからさ。俺も、でも今月10万負けてるから、かなり痛いよ。マジで。このポジで15万取り返したらかなり俺は、でかい。15万取り返せるかな？ 15 万取れる？15万。15万は15万よ。よっしゃ、1万5千。いや、難品は、追撃ってか、追撃はちょっと、30割ったらやっちゃおうかな。30割ったら追撃行こうか。強気で。やめた方がいいかな、余計なこと。余計なことやめた方がいいか。いや、もうこのポジで、もう握ってよ。これ本当にワンチャンちょっと、131割れる流れになったら、マジで神ポジになるんだけど、無理かな？なってほしい。願わくば。なったら本当に、これ、ワンチャンあるよ。5万は取れるよ。いや、今日で割れなくていい。今週でいい。今週持つ。今週ずっと持つ。今週眠って持つ。いや、今週。5万取れる。いや、10万取りたい。10万取りたい。贅沢言うなら。10万取りたい。10万。10万取らせてくれ。10万。10万取らせてくれ。まあでも5万で切って、今2万あるから7万になって、それからまあまたポジってもいいからな。とりあえず5万で利確しちゃって、まあそれで資金増えた方が戦えるから。おーい、来た！とりあえず月光にしないか。月光はちょっと、縁起悪いから。ダメ。縁起悪いから。ダウマイか、まだ。嫌だねー、リバっちゃったら。
明日は明日の風が吹くから。うん。リバっちゃったらやだね。なんで日雇いキャンセルしろって。でも仕事中とかポジ気になっちゃってしょうがないんだろうね。ポジ持ってると。携帯触れないとこだと最悪だよ。しかも。触れないっていうか、ロッカーに入れないといけないとこあるから。ロッカーに入れないといけないところだと、もう、夕方っていうか夜までしか、休憩時間と夜しか見れないからね。まあ、その方が逆に、下がるかな。めっちゃプラ、爆影響メーターありがとうございます。ありがとう。でもちょっと止まってきましたね。どうしよう。もう俺正直、まあ、ダメか、まだ。ダメだよ、切ったらな。どうなのこれ。ちょっと、オクトレっていうか本当にガチで俺うまいよっていう人いる？このポジ持ってて平気。俺、ガチでうまいよっていう人いる？もう、せめて俺5万取り返したいよ。あ、やばい。120円まで落ちるよ。それはちょっと極端だろう。120円まで落ちるって、どんだけ未来だよ。でも129円は、言ってもおかしくないよな。今日は4万でいいから、ああ、今日は4万でいい。4万取れますかね？ 4 万取れる？ 4 万取りたい。あ。ちょ。我慢。ちょっとダウが怖いな、でもダウが。ダウが怖いな。ふぅ。損の処理さえできれば。いやー、ちょっとたまには大きく取りたい。ちょっともう、本当に、今月の負けをすべて。BO はしたら、まあ、12万ぐらいだもんな。12万ぐらい取り戻したいよな。半分でもいい。瀬戸際特許だぞ。どういうこと？瀬戸際特許なの。昨日でもね、久しぶりにニコ生やったんですよ、俺。ニコ生、ちょっとあれだったね。楽しかったね。今日もちょっとやろうと思ったんだけど、もうこっちでいいや。多分3000円でくらいで利確。ちょっとリバっちゃった。1万でも、でかいけどな。コメント流れてたよ。何人来た？何人かわかんないけど、覚えてない。もう！もうやめろよ。そう、我慢か？
我慢か。ああ。おい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 。おいおい。落ちんの？あ、落ちんのってか上がんの？15,000円が。まあまあ、我慢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 。これからこれからこれから。これからこれから。ここは我慢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 。これからこれから。よしよしよし。はぁ。難品じゃ、いや、難品はでき、難品はしないっす。まだ。難品はしないっす。いいね、ありがとう。ちょっと80割って安心させてほしいよね。もう下に行くんだっていう意思を。うん。この辺にいると、ちょっとリバっちゃったらまた戻っちゃうからね。80割って、もう安心させてほしい。うん。もう流れは下なんだって。一回下、俺は行くんだっていう。おーしおーしおーし。おー強い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 、そうだそうだそうだそれだ。そうだそうだそれだ。それそれそれ。そう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 。上に似たような赤い戻り売り。可能性が高い。これもう本当に、とことん下がってくれないっすかね ?3 円ぐらい。マジで。3円ぐらい下がって、3円ぐらい下がってほしいよ。本当に。3円ぐらい下がってほしいよ。もう。3円ぐらい。本当。もうこれでもかっていうぐらい下がってほしいよ。うん。おお、8で終わった。よっしゃ、いけや。これ2万いくぜ。いけた、いけた。うん、15,000プラス。よし。でかい、でかい。お、ちょっと待て。久しぶりに。あん。もう、うざいな。なんで、なんで終わったのに。我慢だ。興奮したら。ダメだ。興奮したらダメだ。我慢我慢。確実にした。全もするから濁って。全もするってことは、30まで行くってこと？あと50ピップした？いけるよ。ほんとっすか。じゃあ4万取れるじゃん。4万取れる。4万取れないか。4万。4万。3万。今年は我慢。甘いギフありがとうございましたって何？あー。リバルね。やだね、もう。これ指標ないっすよね、今日。ああ。夢物語を見てたらダメだな。勝つことを考えれると、負けた時のショックが大きい。負けた時のショックが大きい。今日も倍いきそう。2万取ったら倍ですね。
夢を追いたいけど邪魔すんだよ、これ、ドル円が。落ちてくれないよ。あー。追撃したらすぐ10万。いや、追撃するには、追撃するんだったらもう131円割れそうだったらやる。いや、もうビビってないぜ。まだ21ピップあるから、もういいや。最悪、最悪、毎点になる前に来ればいいんだから。うん。毎点になる前に来ればいい。24ピップあるから、毎点になる前に来ればいいんだ。心に余裕を持て。24ピップあるから。24ピップ。24ピップ。余裕があるから。月別欄オクトレ。いや、マジでたまにはちょっともう、5円ぐらい下がって、4円か5円、3円か4円ぐらい下がって、ちょっと、もう、たまにはね、一気に取りたいよね。夢を見たいよ。夢を見せてよ。寝よう。いや、寝たらなんか上がってそうで怖い。俺、ポジション持つと寝れないんだよね。これが参った、ちょっと最悪な問題で。ポジション持つと寝れないんだよ。寝不足で。プラスでもマイナスでも。うん、プラスポジでもマイナスポジでも、気になっちゃって。まあでも、これはちょっと長く持とうか、たまには。本当に。うん。我慢だ、本当。って言って、すぐ30分後に切ったら申し訳ないけど。いつものパターンだと俺30分後に切るね。もうやばいとか言って。うん。やばいやばい、本当切るわ、つって切っちゃうね。いつもだと。でもな、なんか匂うよな。今回はちょっと握った方がいい気もする。なんかちょっと匂う。うん。これ握ったら、いいことがある気もする。気のせい。なんかね、今日見てたんだけど、なんか、無理やり上げてた感じするね。うん。なんか、無理やり上げてる感した。東京時間。だから、下がるんじゃないかなと。元の位置に。明日18円パウエル、ちょっと待って、パウエル来んの明日。はぁ、パウエルだって。まあ、パウエルが悪いこと言ってくれたらいいんだけど。いい読み。だからね、今日東京休みだったから無理やりなんか上げてた感じするからね。結局は、まあ、選手の動きから見て下だから、結局落ちると思うんだよね。木曜日は CPI だから。CPI ってあの、めちゃくちゃ動く CPI? やばいじゃん。大丈夫なの?これ木曜日までに何とかしないと。まあ木曜日までに、
1円とか下がってくれてたら、まあ、そのまま、逆差し、さして、CPI、行こうかなと思うけど。焼肉、いやー、もう食えないよ。今月はほんと、ちょっと、ギリギリが、だから。だってこれ、買って出勤しても、すぐ出勤できないじゃん。2週間かかるんだって。下手したら来月だよ。これ、買って出勤しても。ゲームフォレックス。やばいよ、だから。出勤遅いから、買っても出勤が、時間かかったらな。明日の夕方。落ちてくれ！出勤2週間クソすぎる。しょうがないね。ちゃんと出勤できるならいいんだけどね。別に。メガホンありがとうございます。ただ2週間はちょっと長いな。困っちゃうよね。次の、その、まあ、今月はもうこれ買ったらやめるけど、多分。次のあれにできない。俺のでも、だってほとんど入れてんだから。3週くらい見ておけば大丈夫。3週間もかかるの。一旦利確、いや、利確は、しない。だいたい20日くらい。長いよ。20日って長いよ。やばくない ?20 日もかかるって出勤。潰れんじゃない?ほんと。ゲームフォレックス潰れんじゃない?潰れそう。XM。まずい。今回利確しないのね。利確した。利確したらでも、俺の、俺の意図と違うから。今回はもう、ちょっと我慢をす。我慢。いや、書類提出なんて来ないでしょ、俺に。書類提出を求められるのほとんど少人数なんでしょ。みんなに来ないんでしょ。うん。だって俺なんて別に、何にも、ほとんど負けてるし、何にも引っかからないだろう。うん。怪しい要素ないだろう。うん、俺に来たらやばいでしょ。俺に追加書類求めてきたらやばいと思う。うん、相当お金ないんじゃない?ほぼ 100% 怪しいと紙書かれる。怪しいっていうか、その違反の人じゃない?違反っていうか、まあ、違反じゃないのかな?何なんだろう?わかんない。どういう人に来るのかわからない。めちゃくちゃお金を入れてる人に来るのかな?そうっすね。俺、いずれは、ちょっと、まあ、今後、もし、まだ FX を、まあ、安定的にやっていくなら、違うとこの方がいいと思う。出勤が遅いから。だから今考えてるのは、まあ、XM か、なんだっけあれ。FXGT。かな。この二つはまあ、問題ないかなと。2万で綺麗。おお割ったよ !80! よっしゃ
来てる来てる。もっと今お前は、もっ、わーまちょ、戻んな。もう、割っとけよ。割っとけよ。おお、やばい、2枚いく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 。やばい、ま、今日も倍来るぞ。今日も倍、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 倍。倍、倍。ちょっとどうしよう。あー、ちょ、来た！ちょ、来た。来た。2万見えてる。いや、どうするこれ。いや、逃げろバカ。切るな。俺がちょっと切ろうと思ってる。切りたくなってきてる。やばいな。切りたくなっちゃってる。ダメだ。切ったらダメだ。ここからだ、うおー！やばい、2万来るわ。やばい、来てる。ちょ、切りたい。いや、ダメだ、2万で切ってたら10万なんて無理だ。2万で切ってたら10万なんて。いや、でもこれ、ちょっとここまで下がったってことは、あれですね。あるね。これ、下あるね。これちょっともう現実的に。いやー、でも、ちょっと、あんまり、フラグ立てないで。もうゆっくりでいいから押してほしい。一気に落ちなくていいから。ゆっくり。ゆっくり押してほしい。もう132円戻んないでほしい。いや、あるとか言っちゃうと、ちょっとフラグ立っちゃうから、怖いよ。ほら、戻っちゃったよ。くそー、2万円見えてたのに。2万で満足するな。これ、どこまで落ちるんだ？ゴールド上がってるでしょ、多分。やっぱゴールドも上がってるでしょ、これ。見てみよう。ああ、やっぱ上がってるわ。ゴールド上がってるわ。どっちみち、ああ、でもゴールドより儲けてんな。逃げない。じゃあ比率変わらん、やったところで、5枚追加やで。5枚追加？ふぅ。今日いけるぞ。70割ってほしい。2万を見せてくれ。2万を。やばい、11時来る。売り増し？いやー、ちょっときついっしょ、売り増しは。売り増しはきついでしょう。欲かけ。欲かくか。だって、これで2万ぐらいって切っちゃったら、全然取り戻せねえ。最低5万は取らないの、5万。4万、5万は。
4万5万は、4万5万は取りたいな。4万5万取れたら、ちょっと10万が見えてくる？すごい当たり前のこと言ってるけど。うん、だって最初の2万打ったとき、打ったときと比率変わらんのやで。え、じゃあ売り回しした方がいいってこと？にょんにょんさん、ここで？どういうこと？売り回し？ここで？危なくない？あ、2万超えた！あん、一瞬。え、追撃って何枚追撃するの？いやー、ちょっと怖いな、追撃は。同じとこやん。いやー、怖くない？5枚、いやー、2枚やろうか。0.5 追撃下がるんやから。いや、そんな、ちょっと怖いっすね。5枚追撃はちょっと怖いな。だってマイナスになるんじゃない？マイナスになっちゃう。ああ、やばい。するべき。いやー、ちょっとやめた方がいいんじゃない？下がるかもしんないけど、新しく2万円を手に入ったんやからいいわけやろ。あー。ん？いや、ちょっと、もうちょっと待って。もうちょっとだ、待つわ。もうちょっとだけ。ちょっと追撃、まだ。おー！完全に完全に2万いった。ああ、追撃しましょうって、ナイス、ドンチキー大丈夫ないの？いや、追撃、ちょっと待って。いや、追撃は、いや、ここ危険だろー。いや、危ないって。いや、怖えよ、追撃も。俺、やられたくないんだけど。ええー。しない方がいいんじゃないの？これ。これで追撃してさ、ブーって上がったらもう一瞬で、巻いてんだよ。2万でリグワナ。やってみよっか。
でも5枚追撃したらかなり10万近いよね。10万いける可能性。10万どころじゃないか。危険じゃない。ちょっと待て。怖い。これ毎転したら俺は。危険は危ないよ。維持率を落としてロスカット。ありえるね。危なくなったら逃げればいいか、追撃分は。はぁ、あ。いやー、でも勇気が出ない。あー、今入りたかった。今、俺、追撃しようと思ったけど、ひよっちゃった。今入ってたんだけど、ひよっちゃった。本当は入ってたんだけど、ひよっちゃった。ひよっちゃった。ひよっちゃった。10万勝ち、見せたいよ。はぁ、10万勝ち。見直してもらうには10万超えないと。10万勝たないと。0か10の勝負だ。追撃って難易度上がるんやけど、難易度上がるんかな。いやー、なんか余裕がなくないよね、追撃すると、その、うん。いや、もう一回上がったらちょっと追撃するわ、じゃあ。勝負だ。やめとこう。いや、どうせ、切ればいいから。危なかったら切ればいいから。危なかったら切ればいいだけの。やばくない？やばくない？おい！あ、え？ちょ、ま？ちょ、待てや、もう。234しかないよ、有効比率。これ大丈夫なの？てか、ダウ来るじゃん。いや、これ怖えな。ちょっと待って。いやー、やった瞬間上がってるよ。
おいおい、もう。危ないんじゃない？これ。ああ！もう。5枚のままの方が良かったか。いやー、まずい。ちょ、待って、やっちゃったかもしれん。頼むよ。よし。ちょ、やっぱ切っていい？ 5 枚。ちょ、下がって切ろうかな。切ろうかな、やっぱ。これあれだろう、有効比率が。てか、やばい、もう。ちょ、これまずくない？リバってるけど。うわーん。あー、ちょ、待って、もう。やばい、毎点するよ。ちょ、待っちょ。あー、やんなきゃよかった。もうお宝ポチ。ちょっと待って、お宝ポチが、きつい。あー、やべえ、終わった。マジか。いやー、これやばい。ダメやん。やっちゃった。まだわかんないけど、きついな。うわー、やばい。バリバリ上がってんじゃん。おい、マジで？よく書きすぎたって。2万で切ればよかった。2万で切ればよかった。もうやだ、もう。ニューヨーク前だから。ニューヨーク前だから上がってるだけで、ニューヨークが始まったら下か？それまでにでもロスカットされちゃうんじゃないか、これ。下手したら。一律やばいんだけど。よ、195だぞ、一律。やばいんじゃない？ちょっと待って。もう切ろうか、やっぱ。はぁ、あ。やっちゃったかもしれん。うわぁ、夢語ったらこれだよ。夢語らなきゃよかった。あぁ、もうちょ待って！あぁ、ちょ、ちょ、ま、もうやめて。もうやだ、もう。結局かよ。結局。何の意味でも、何の俺、もう何の意味持ってたの。もうこんなに持ってたのに。きついって。毎点しちゃうんだけど、結局こんな持ってて。もうやだん。お金ないよ。きついよ、もう。結局かよ、マジで。ちょ、落ちてよ、もう。
これ絶対、危ないだろう。追撃しなきゃよかったな、やっぱ。いや、追撃ダメだろう。ああ、まず。いやー、これ失敗だよ。だって、はぁ。うわ、やば。もう、きつい。うわー、終わった。終わった。もう終わった。あー、もう、マジか。嘘。やばい、終わって、もうちょっと待って。もうやだ。マジか、もう2万。これどうする？逃げた方がいい？もう耐えれんわ。いや、維持率ないでしょ、もう。175度しかないよ。いや、これ本当にやばいわ。あー、どうしよう。五等尾とか最悪じゃん。あー。あー、夢語ってたらこんなやつだ、もう。最悪。ああ、夢を語ったらこれだよ。10万とか語ってたのが、バカだよ。全部来てやり直せば。切った方がいいかな？危ないかな？ダウン前に切った方がいいかな？今は耐えれんのこれ。耐えれなくなっちゃうよ。よし、割れ。割らない。割れない。割らない。割らない。割れ。あー、もうきつ。きつい。綺麗。あー、まずいな。まずいな！まずいな。ちょっとやばいな。これ、切るか、一回。なんか嫌だな。やっぱり危ないだろう。ちょっと。ちょっと。あー。もうダウン見てから、もう一回入り直そうか。
ちょっと危なくないこれ。ダウでぶち上げたら終わりだよ。あ、もう危ないっつーもうやばい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 マジやっちゃった。あ、終わった。やべえ、もう終わった、もうちょっと。ちょっとごめん、逃げるわ、危ないわ、やっぱ。ちょっと、切る、下がったら。危ないわ。でもなー。いや、切った方がいいよね、これ。ちょっと冗談抜きで。ちょっとごめん、一回切るわ。で、下がったらもう一回入ればいい。でもなぁ、落ちんなよ。切ろうとすると落ちる。どうしよう。なんで、どうしたらいいの？どうしたらいいんだ？マジで。でも、半までに切らないと。いや、切れ、一回切れ。危ない、やっぱ。危ない危ないバンバン。ダメだな、切ればよかったな、やっぱ。うわー、やっちゃった、ダメだ、やばい、逃げ場失った、あ、逃げ場失った、やばい、逃げ場失った、バカ、逃げ場失った、やばい、逃げ場失った。うわ、やべえ、終わっちゃう！あ。ちょ、待って、マジでやめて。いや、終わったかもしれん。やばい、133、もうダメだ、有効率137。聞いたもう、ダメだ。やべえって、マジで。いや、逃げよう、もう。ダメだ。絶対上がるわ、一回。ちょっと、待って、切るよ、一回、本当に切る。ちょ、待って、もう一回助けて！もう一回助けて、もう切るから。お願い、もう一回助けて、よし。あ、ちょっと待って、ごめん。あ、違う。ちょっと、1000円だけちょうだい。違う、1000円、ちょ。1000円くれ。ダメか？切らないとちょっとどうしよう、もう切らしてくれない。でも切らないと後悔すると思う。切れ。いやー、でもちょっきうわ、1100円最悪。ちょっと切った、一回。
いや、怖いでしょ。ダウ。うわ、お宝墓地が台無しだ。最悪だ、マジで。ああ、もうやだ。お宝ポジが台無しだ。いやー、2万円いってたのに、もう。もう絶対2万円取れないよ。同じように取れねえよ、俺多分、今の。ああ。きついな。危ない。めっちゃ上がってんじゃん。2万円が俺の2万円がああああ危ない。はぁ、あ。いやぁ、10万か。10万勝たないと。いけないのに。これ上がんじゃない?うわぁ、さっきの動画だったな。いや、負けた気分でしょ、こんなに、ポジって。いや、いいんだよ。人のせいじゃない。まあ、しゃあない、今のは。挑戦的には別に、まあ、挑戦的には別に間違ってない。というか。今ぐらいやんないと10万なんて取れないから。今の挑戦は間違ってないと思う。今ぐらいやんないと10万は